クリーバーいる。いや、クリーバーいる、大丈夫？あの、キッズもいる。もうやばい、降りれなくなってる。え、そう、そのさ、ゾンビのキッズ強くね、めちゃめちゃ。強い強い、マジやばい。こいつやばいってこれよな。キッズやっちゃうか、調子乗ってるから。やで、やっちまえやで。えぇ、ー、やっちまうわ。やっちゃ、いいのノエル。うん。え、いいの。え、でも団長はでも調子乗っとるキッズはダメだからね。そう、結構厳しいんだね。厳しいわ。で、やばね、弟欲しかったな。え、わかる。ねえ、可愛いよね。弟さ、可愛い、絶対可愛いじゃん。え、パシリにして。ペコパシリに。ねえ、それはかわいそうだろか。ちょっと牛乳持ってきなーっつって、お姉ちゃん今配信してるよーっつって、喉乾いちゃったなーみたいな感じでやりたいってことね。あれどこ？知らん、そんなことしてっと、なんかいろいろねえ、しっぺ返し食らうよ。え、な、え、弟は従順じゃねえ、ペコの。あの、わかりました、お姉様みたいな感じで。ねえ、衣装もやりたいな、それいいじゃん。ご飯持ってこいっつって。ご飯持ってこい、今から。ご飯持ってこい、ウーバーイーツ頼んでこいっつって。携帯でポチポチするだけじゃろが、それ。これぐらい。ちょっと肩痛くなってきた、ペコだよっつって揉んでくれるっつって。ちょっと配信も疲れてるから、早く肩揉んで。嫌われそう、ペコでね、弟からクソ姉貴とか呼ばれそう。ね、うちの姉ちゃんゴミなんだけど。言われかねない。言われたよ。どうする？え、ノエルは弟いる、ペコ？いないない、下、一番下だよ。え、じゃあ弟がもしできたらさ、どうやってやるペコな、あんたが。どうするの？どうやってやるペコ？何もやらないペコ、普通に仲良くするペコだけど。え、どう仲良くするの？一緒にさ、でもそれこそマイクラとか、なんかさ、友達の弟くんとかはさ、やっぱマイクラとか、うん、モンハンとかにハマってるらしくてさ。え、そういうことなんだ。なんか一緒にゲームしたいよね。え、いい姉ちゃんじゃん、それなんか。ねえ、そうだよ、みんなパシリにしてさ。お風呂とか一緒に入らないの、あんたは、ノエルは。え、お風呂はでもさ、ノエルお姉ちゃん、お風呂入ろうよって言われたら。まあ、それは仕方ないよね、入るか。何歳まで、何歳までしてたの？え、でもさ、どうなんだろう。え、中学年ぐらいまでは入れる？え、中学校はもうダメペコじゃない？ダメだよね。ねえ、うん、なんか、あんた自分の体ちゃんと見なさいよ。ダメかな、ちょっと、いけんか。無理だよ。小学校1年生までペコじゃない、せめて。よいしょ。え、小学校も行き過ぎ？ちょっと、なんか、幼稚園生にしとく、幼稚園生？幼稚園？幼稚園かな、よいし、そんくらい平気なんかな。え、小一はさすがにやばいかな。やばいかな。まあ、ノエちゃん次第ですけど、ノエちゃんは小学生らしいけどさ。あれ言われてるかも。おい、お前っちの姉ちゃんめちゃめちゃエロいからだしとるやん。男子のノリ。お、俺、今も一緒にお風呂入ってるよ、みたいな感じやるよ。やばいでしょ。いや、いいな、でも兄弟いいな、なんか、したか。欲しいねー。生まれるねー。ねー、欲しい、弟欲しい。